これは現実か。こいつら仲間の攻撃をうまく養老に当ててきやがる。俺としたことがクソ。体が動かない。嘘だ、そんなのデタラメだ。そんな、まさか。冗談はよせ、そんな話は信じられない。嘘ではない、それがイタチの真実だ。奴はサスケのため、木の葉の里のために死んだ。どういうことだ。もしそれが事実だとしても、それをサスケが知っているなら、なぜサスケは暁に手を貸す。あいつならイタチの意志を継ぎ木の葉へ帰ってくるはずだ。サスケの死として友として、お前らはサスケの本心を分かったつもりでいたんだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ彼は。お前がサスケをそんな風にしたのか。いや、違う。サスケ自身がそう選択したんです。そんなの嘘だ。俺も賭けだった。彼がイタチの意思を取るか、はたまた木の葉への復讐を取るのか。彼は復讐を選んだ。本心はこちら側の人間だったという。サスケの今の目的、それはウチハ一族とイタチを追い込んだ木の葉への復讐。なんで、あいつが、どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られたウチハの憎しみの運命。遥か昔から永久に続いてきた呪いのようなものだ。呪い？そうだ。遥か昔、陸道仙人と呼ばれる忍びの祖から始まる憎しみの呪い。陸道仙人だと？そんなものはただの神話のはずだ。輪廻岩は突然変に過ぎないと。神話は事実になぞられて語られる。かつて陸道仙人は忍衆を解き、平和を導こうとしたが、夢半ばにしてその時が来てしまう。陸道仙人は忍衆の力と意志を二人の子供に託すことにした。兄は生まれながらに仙人の目、チャクラと精神エネルギーを授かり、平和には力が必要だと悟った。弟は生まれながらに仙人の肉体、生命力と身体エネルギーを授かり、平和には愛が必要だと悟った。仙人は最後に死の床で後継者を決めなければならなかった。しかしその決断が永劫続く憎しみの呪いを生んでしまった。どういうことだ？仙人は力を求めた兄ではなく、愛を求めた弟こそ後継者にふさわしいとそちらを選んだ。長男として当然自分が後継者だと思い込んでいた兄は納得せず、憎しみのあまり弟に争いを仕掛けた。時が経ち血が薄れても、二人の兄弟の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。この内派マダラと初代火影千住柱間との戦いも運命だった。
お前と会うのはまだ二度目だが、千住の火の意志がお前の中に宿っているのがわかる。今もお前の中に初代火影を見ることができる。死んでもなおあいつは生き続けている。俺の憧れであり、ライバルであり、俺の最も憎んだ男。千住とウチハ、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう。ウチハは復讐を運命づけられた一族、サスケはウチハの憎しみを全て背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ、それがサスケの人道だ。貫通力を高めた月攻撃、畑隆と同じ術か。ライトンの鎧をまとったこのわしに触れることができるとは、大した術だな。ダメか。あ、ダメだな。あれでサスケは死んだ。そんな、こんなチャクラ。ライガー。終わった。あれが雷影の忍び体術か。これではもうサスケは生きていまい。増援はいらなかったな。ん？今日車輪眼か。シン、大丈夫か。ダルギ、そっちはキリがついたのかかな。あのライガーボムを食らって生きてる奴なんて今までいなかった。あの骨にしろ、何なんだこいつ。俺が現実で押し負けた。体がまだ思うように動かない。ああいう天才はたまに出てくる。うちはサスケしぶとい。どうか。おいしい。内原め、前と少し違わねえか。
万華鏡シャリンガンか。そうか、だから雷影様はあそこまでの活性化を瞬身の術で対抗する気だ。ライトに弱すぎるかな。死ぬでうまく液体化もできやしない。雷影のチャクラがむちゃくちゃでかくなった。これじゃ美獣並みだぞ。おい、カワタロウ。アマテラス。炎と炎だ。ただの炎じゃない。近づくな。見ている視点から発火するアマテラス。これが大逆転。うまい。黒煙の盾。雷影の就寝スピードは桁違い。目で追い切れないなら触れてはいけない盾にすればいい。これで迂闊にサスケには攻撃できない。黒煙をコントロールしたのか。形態変化までイタチよりも黒煙に長けているというのか。雷影を舐めるな。雷影様、まさか。左腕をくれてやるとはね。止めだ。逃げんだな。炎尊カグツチ。あいつまだ。サスケ。すな。これは。これが消えない炎、アマテラスってやつか。侍たちは下がっていろ。これは忍びの世界のゴタゴタだ。あんたたち侍が犠牲になることはない。すまない、風影殿。どうなってんだろう。なぜ邪魔をした風影、返答次第では許さんぞ。あのままあんたが技を出せば黒煙でさらに体を傷つけることになった。それにウチハサスケには話したいことがある。ボス、シー、早く止血しろ。出来次第サスケは叩く。ライトンの鎧をまとった雷影様に触ることができ、二つの大技を食らってもまだ生きている。左目はアマテラス、右目はそのアマテラスの黒煙を形態変化させる能力とみて間違いないだろう。本当に B はこのサスケに捕まったのかもしれない。忍びの世界、まだ先があるというのか。お前の目は昔のままだな。言ったはずだ、お前は俺と同じ目をしていると。力を求め憎しみと殺意に満ちている目。己を孤独という地獄に追い込んだ者を殺したくてうずうずしている目だ。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は実感してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取り憑かれ一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとしてそっちには何がある。
ガーラやめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。こいつは今や暁にまで落ちた犯罪者だ。お前とは違う。それに雷影や暁にやられた者たちも黙ってはいない。五影階段を襲撃した時点で国際手配される。どのみちこいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。昔も、そして今も。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上を挟んだ。お前は風かけだぞ。わかっている。ナルト、お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、ウチハの存在をサスケに証明させる。サスケはおめえのおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。サスケもナガトのように心変わりさせてやるとでも？それこそ勝手な言い分だぞ、ナルト。人をコントロールするには心の闇を利用するテクニックが必要だ。ナガトはたまたま人に感化されやすい子だったがな。ナガトとてめえを一緒にすんな。やり方は違ってもあいつは本心で平和を望んでた。けどおめえは違う。だな。ウチハの存在、くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める？お前の目的は一体何だ？何が望みなんだ？そうだな。強いて言うなら、完全体になることか。完全体？どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあ。遠投をここまでガードされるとは、絶対防御は健在だな。すげえ。見つけた。団蔵もいる。すぐにサスケに知らせねえと。しかし、あたりは杖チャクラばっかだな。やはり感知タイプがいたか。どうやら敵には感知タイプがいるようです。いずれここに来るかもしれませんが、どのように？このままでいい。そいつらが来たらその混乱に乗じて外へ出る。こそこそ話すのはやめろ。悪いが俺も感知タイプだ。敵にここがバレたのも分かってる。だがあんたたちは決して動くな。敵はこちらで対処する。この階段も面白くなりそうじゃぜ。まだかし。もう少しです。協力するスナラシュ。初段は俺が。続けて畳みかけをお願いする。よし。なんとレイザーサーカス。サーカヒゲ引き三角。大かまいたち連弾スナッシュで。
前以上の絶対防御だ。わしの攻撃をガードしていたのもあれか。このチャクラ、あの時の現実と同じ。なんかヤバそうだな。試したかったってのはこれか。このチャクラ、もう前のサスケじゃねえ。冷たすぎる。なんだあれは。闇の力か。両目の万華鏡を開眼した者だけが手にする力、第三の力、スサノオだ。真夜中の歌が叫んだ。僕本当はあの日からずっと見ると、やっぱりいい男ね、内派の一族って。邪魔をするな。いい男なのにもったいないわ。せめてとろけるようなキスをしてあげる。水影様、やる気だ。土影様、参戦しないなら頭を下げておいてくださいね。次回のナルト疾風伝は五影の力。好きに暴れるがいい。